ジョージ・ウェイン、ジョージ・ウェインは、アメリカのジャズプロモーター、プロデューサーである。最も有名な工業監督、ジャズの歴史で最も重要な演奏家ではない人物、などと呼ばれる。彼は、アメリカで一番に知名度が高いジャズフェスティバルであろう。ニューポート・ジャズ・フェスティバルの創設者である。このフェスティバルは、マイカ・ロード・アイランド州のニューポートで模様されている。1925年、ボストン生まれ、ウェインは、 ボストン大学で学んでいた頃に小さなグループを率いてボストン近郊でプロのピアニストとして活動していた。1950年彼はストーリービルという名のジャズクラブを開き同名のレコードレーベルを設立した。1954年ニューポートに住んでいたルイスとエレーヌ・ローレラードは彼らの生まれ故郷ロードアイランドのニューポートでフェスティバルを催すためにウェインを招いた。彼ら自身が フェスティバルのための資金を用意し、開催にこぎつけたそのフェスティバルは、アメリカで最初の野外ジャズフェスティバルとなった。そして、ニューポートで毎年開かれる伝統的な行事として、定着したのであった。ウェインは、ニューオーリンズジャズヘリテッジフェスティバル、ロサンゼルスのプレイボーイジャズフェスティバル、ニューポートフォークフェスティバルなど、他の都市においても数々のフェスティバルを立ち上げていった。また、 1960年代にウェインは大規模なジャズのイベントをプロモートするフェスティバルプロダクションを設立している。ウェインはイベントに企業スポンサーをつける手法を編み出した。シュリッツ・サルート・ツー・ジャズやクール・ジャズ・フェスティバルはスポンサーの名前を冠した最初のジャズイベントとなった。彼のプロダクション会社の目玉となるイベントは今日ではザ・ JVC ・ジャズ・フェスティバル・アット・ニューポートと呼ばれ、ニューヨーク、 ロサンゼルス、シカゴ、パリ、ワルシャワ、東京など、複数の都市で開催されている。彼のプロダクション会社のイベントについている。他のスポンサーには、メロンバンク、エッセンスマガジン、ベライゾン、ベンジェリー S、ダンキンドーナッツなどがある。ウェインは、彼のジャズコンサートの仕事によって、たくさんの名誉を得た。1995年、ザ・スタジオ・ミュージアム・オブ・ハーレムから、 ザパトロン・オブ・ザ・アーツ・アワードを受けた。2004年に AARP から受けた賞はインパクトのあるものと理解されている。彼はフランスのレジオンド・ドヌール勲章を受け、フランス政府からコマンダーで得るオードラ・デス・アーツ・イレトラに任命された。彼はホワイトハウスで二人のアメリカ合衆国大統領に越見する名誉を得た。1978年のジミー・カーターと1993年の ビル・クリントンである。2005年、彼は、ナショナル・インド・ウォーメント・フォー・ザ・アーツから、ジャズ・マスターと命名された。彼の自助言、マイセルフアマングアザーズエーライ A Life in Music は、ザジャズジャーナリスッツアソシエーションから2004年のジャズについてのベストブックに選ばれた。ウェインは、バークリー音楽大学トロード、アイランド・カレッジ・オブ・ミュージックから、名誉学位を受けた。そして、彼は、 カーネギーホールの終身名より字である、ありがとうございます。